例えばこれ、ハイヤー条件。ごめんなさいね、こっち移しましょうか。ハイヤー条件で見るのが見やすいのか、それとも、この南部条件で見るのが分かりやすいのか、こういうふうになっていますが、あと、こっち。見ていただくと、どっちが見やすいかなというところですね。ちょっとこれ、じゃあ2つに分けましょうか。で、全然違いますね。なんかこっち真っ白じゃないですか、うん、でこっちなんかちょっと黒っぽい色になってる。これ何が違うかというと、この右下に WLWW と書いてありますよね。これ何かというと、 CT ではウィンドウレベルとウィンドウワイドっていうのがあって、 CT ってこれ X 線のなんていうか連立方程式を通って CT 値を連立方程式、どういうことかというと、単純写真っていうのは一方向からパシャって撮るだけじゃないですか。で、そうじゃなくて、こちらからも撮る、こちらからも撮るっていうふうに、いろんなとこから撮っていって、それぞれで、この原生率を見ていって、で、その中で、一体ここの部分の値は何なのかっていうのを調べたのが、まあ、CT 値になってくる。その CT 値を画像化したのが CT 画像っていうふうになってくるわけです。なるほど。なので、その画像が一番見やすい状況っていうのを自分で決めることができるんですね。で、レベルってのは何かっていうと、どこをの CT 値を中心に置きますかと。で、ワイドっていうのはそこからどれぐらいの幅を持ってグレースケールを作りますかということなんです。なるほど。なんで、これはどういうことかというと、このマイナスって書いてあるのは、マイナス1000っていうのが空気で、0っていうのが水を表している。で、それがまあ一応定義なんです。で、この定義の中で、マイナス600という空気の方にフォーカスを置いて、そこから、この空気の見やすいような値を、まあ、見ましょうと。ほうほうほう。これ逆に言うと、水の値20と320って書いてあるんで、水のところを中心に置いて、そこから、幅を持って見ましょう。で、この1600と320ではどっちが幅広くなってます？なんか直感で左なような気がします。そうですね。なんで、こっちは広い幅のところをグレースケールで見ましょうと。ということは、そのグレースケールのその間っていうのは、まあみんな同じなんです。要はどっちの方が同じ色で塗られやすいかっていうと、こっちの方が塗られやすいわけです。だって1600幅があって、それを、そうですね。例えば32等分して見てみると、そしたら一つあたりの、グレーのそのスケール、幅がまあ大きくなっちゃうわけで。で、こっちは逆に320を、まあ、その、例えば32等分した場合、うん、まあ、幅は、こう10じゃないですか、うん。全然違いますよね。なので、ちょっとした違いっていうのが、こちらの方が分かりやすくなる。へー、なるほど。で、なんでこんなめんどくさいことするのっていうと、我々はやっぱり、色の違いっていうのを見た目で判断してるわけですね。なんで、ちょっと、ここら辺の色がなんか違う気がするっていうのを見たときに、まあ、異常がもしかしたらあるんじゃないかなっていう、そういう感じで見ていくわけです。うん、まあ、ちょっとじゃあ話を戻して、はい、重角っていうのはどっちが見やすいですかね。重角、こっちの方がなんか、なんていうんですかね、右左で言うと、右の方が僕は見やすいかなと思います。見やすい気がする。左はなんかちょっと眩しいというか、ちょっと見づらい感じがします。うん、その通りで、これは、その通りというか、まあ、こっちで何に重きを置いてるかというと、はい、これは肺の中を見るために、この CT 値を出しているわけです。こっちは肺の中はもう真っ黒で何も見えないですよね。そうですね。何もないですね。こっちだと肺の中には血管がこうパラパラと見えるって言ったのに、こっちはその血管見えます？ないですね。ないですね。その代わり、こちらでは筋肉と皮下脂肪の間って、まあ、言われやわかるけど、ちょっとコントラストが弱い。でもこっちで見ると、しっかりとなんか黒っぽい脂肪と、そうですね。なんかグレーな。しかもグレーの中にもちょっと筋が入ってる見えるじゃないですか。まあ確かに。見えますこれ。あ、見えます。すごい。これ、わかりますか？筋肉の中にある脂肪。まあ、当然筋肉って、そのね、筋繊維っていうのが通ってるんで、
その方向に沿って脂肪も別に入ってもいいわけで、そういう脂肪もちゃんと表示することができるわけですね。なるほど。さて、じゃあ、戻って見てみると、重角はじゃあこっちが見やすいねと。じゃあこっちで見ましょうと。じゃあ今回はメインはこちらを見るようにしていきましょう。